はい、どうも皆さんこんにちは。豚が超大好きな男有蔵です。今日はね、ちょっとこっち側の土地を休ませたいんで、この2頭の豚をこちら側に移したいと思います。さあ、電気柵を取ったんですが、ちょっとまだ警戒してます。餌でおびき出していきましょう。さあ、こちらに餌を仕掛けた瞬間、速攻できました。さあ、もう一匹は警戒してますね。あ、戻ってちゃった。さあ、こっちにおいで。こいつは厄介そうじゃんな。早速カメラの設置をしてたんですけど、まさかの逆にこっちの5頭が向こうに行ってしまうという。ちょっとこっちにおびき寄せていきたいと思います。10分ぐらい待ってみたんですけど、なかなかやっぱりね、新しいところに来るのはちょっとまだ怖いみたいなんで、今日一日この入り口だけは開けっぱなしにしておいて、明日また様子を見に行きたいと思います。おはようございます。さあ、引っ越し計画2日目です。起こしてない感じはするんですけど、あれ、こっちにもともとおった豚たちがいないっすね。まさかね、逆にこっちに全員引っ越した的な。どこ行った。え、あ、おった。あー、打つ、逆方向に映ってるな、みんな。そっちじゃねえんだよな、そっちじゃねえんだよな。なんでみんな逆にこっちに映ってきてるっていう、どういうこと。面白すぎるやろ。もともとでかい方に移ってくんのかな。でかい方がおった方に移るんかな、豚って。謎い。ちょっと餌をあげていきたいと思います。
一頭はねだいぶこっちに慣れてきたようなんですけど、もう一頭がマジで入り口付近で渋っております。やっぱ豚はねかなりねテリトリーとかを大事にするんで、まあ、こういう時は無理やり押したりとかせずに、まあ、徐々に自分のペースでね慣れていくのを待ってもらおうかなと思います。こういう風に結構すぐに慣れるやつもおれば、こいつみたいに結構時間をかけて徐々に、おー来た来た、頑張れ、来れるか、ちょっと怖いよな。なかなか一歩が踏み出せない。やっぱ人も豚もね、大きな一歩というのは、最初の一歩というのはなかなか踏み出せないものなのでしょうか。3日目、まだ若干喧嘩するっすね。ただ一番の問題は引っ越しさせたい方にみんな来てるということ。Why? こっちに行ってほしいのになぜかこっちにたまる。ま、気長に待ちましょうと思いきや、いい感じにこっちに渡ってきました。引っ越し完了かな。これはやっぱ3日ぐらいかけないとね、なかなか慣れてくれません。ちなみにこの豚小屋でこっちの5匹は今飯食ってて、この2匹はやっとこっちに来ました。ということでね、もう電気柵の方を今こちらで閉じて、こいつら完全移籍としたいと思います。移籍、移転やね。いやー、やっぱ3日ぐらいかかるっすね。はい、これをこちらに刺して、はい、よいしょ、これで OK ということで引っ越し完了。どんな感じ？仲良くやってるっぽい。まあ多分最初の頃はね、若干喧嘩とかすると思うんですけど。あー、バトってるな、やっぱり仲良くせんかい。うわ、煙が。あのね、この一頭だけはね、この二人、この引っ越し先の二匹と仲良くしようと思って頑張って近づいてるんですけど、なかなか相手にしてもらえないというちょっと現実があって、やっぱいるんすね、どのグループにも。相手のグループと仲良く橋渡しをしてくれるやつ、それが彼ですね。お前が鍵や、お前が鍵や、頑張ってくれ。大御所2匹、水の飲み方を教えてあげてますね。喧嘩するなよ。だいぶ仲良くなってるんじゃない？水場も覚えた。さすが早い。ほら、ちょっと仲良くやってる気すんねんけど、ちょっと新生第一牧場、この第二牧場か、このね
このもともとでかい奴らがおった放牧地はちょっと休ませようと思います。はい、ということでね、今回は豚の引っ越しという動画を見ていただきました。まあ大体やっぱり引っ越しには3日ぐらいかかるということで、ということでまた皆さん会いましょう。 See ya! 俺も大きな家に引っ越したい。バイ。